石川大がくん。立憲民主社民の石川大がです。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。大変な貴重なお話を三名の参考人の皆様にお聞かせいただきまして心より感謝を申し上げます。まあ法案経済安全保障推進法案に関しましては、まあ本委員会にてちょうど一週間前の四月十四日に小林。 担当大臣に質問する機会を私いただきました、まあ、50分の質疑だったんですけどもとにかくこう分かりづらいということで様々まま具体的な話も交えながらお話をさせていただいたんですが今日はまたさらに3名の参考人の皆様にお話をいただければというふうに思っておりますまず白石参考人にお伺いしたいんですが、えー、といただきましたレジュメの最初の部分ですね経済安全保障の目的ということで 経済的手段によって国家と国民の安全を守るそして国民経済に極めて重要な機微情報技術そして産業を守るというようなお話がありましたで、まあ、こういった目的をこう達成するためにはです、ね、あの先ほどから信頼というお話が出ておりますけれどもやっぱり信頼にこう足りる。<coughs> 日本国政府というものが必要なんじゃないかなという,ふうに考えております。つまり、今回の法案でですね。多くのま企業秘密を含む情報をま政府がこう把握することになります。ま様々な計画を立ててですね。それをま政府としてこう。 お互いこうやり取りをしながらこうした方がいいんじゃないかした方がいいんじゃないかという,ようなこともあるわけでしてそのためにはですねやはりこう日本政府がそもそも信頼されなければならないんじゃないかという,ふうに思うわけですがその信頼をこうどう得ていくかあるいはこう担保していくかということについてのお話を1つ聞かせていただきたいのとそんなことを考えておりましたら3枚目のところで信頼を限っとする 国際連携の重要性というようなお話も出てきまして、その通りだというふうにも思うわけですけれども、この信頼という言葉は非常に難しいと思うんですね、つまり、私はこの人を信頼すると言っても、他の人はその人を信頼してなかったりすることもあるわけで、その信頼というものを、何を根拠にこう信頼ということを判断していくのか、そういった基準についてもお聞かせいただければといいう,うに思います白石参考人。 はいいどううもありがとうございますあのなかなか難しいあの質問だったと思いますがまず最初にあの企業活動あるいは研究における自由を大原則にしてでその中で日本の,あの国と国民の安全を守るために あの安全保障上の非常に意味合いの大きいものについて政府として把握しておくと,というのはこれは政府として当然やるべきことではないかというふうに私は考えております。でただそれを直接 どこかその日本の,その私はあの日本にはですねあのイギリスましてアメリカのようなあの情報機関はないとあの残念ながら思っておりますけれどもあのそういうものを作れば済むっていう話ではなくっていろんなところに実は日本の,あの例えば研究あるいはその企業活動についての情報っていうのはもうすでにございます。 そういうものをうまく使いながら安全保障上の意味合いの非常に大きいものあるいは将来の,あの日本の安全と繁栄にとって非常に重要な研究開発あるいは企業についての情報を集めておくと。 というのはこれはあの十分できるのではないかと。だから一元的ですけれども同時に日本の非常に分散的なシステムっていうのを前提にしてあのこういうですね政府としての情報の把握を図ることというのは私はできると考えております。二つ目に主に信頼の基盤というのは何かと私は国際秩序の基本にはやはりいくつかの非常に重要な価値 私は自由っていうのは非常に重要な価値だと考えておりましてこれがなければ私はいかに民主主義だって言ってもそんな民主主義とは全く意味がないといとう,うに考えておりますまた先ほど申しましたように安全っていうのも非常に重要な価値ですがそれは我々の場合には日本の場合には国と国民の安全という とといいうことでございます最後にあの豊かさこれも我々はこの,あの第二次大戦以降ですねずっと享受してきたわけですけれどもこれも世界的に見てですね豊かさの価値っていうのは共有されておりますけれどもそれをどういう政治経済システムの下で実現するのかっていうことについては特に自由と安全というのをどう考えるかによって相当違いはあると。 という,ふうに考えておりますあのちょっとこれあの非常に抽象的な話なんでお答えになってるかどうか分かりませんがあの改めて申しますと信頼の基盤にはいくつか非常に重要なあの価値があるということはあの間違いないんではないかと思います石川大学君 ありがとうございますあの私ま、個人の話をしますと、えー、と人権問題に関する、ま、NPO 出身だったりするものですから、そういう意味では、この自由、安全、豊かさというところに、やはりしっかり普遍的な人権が守られているのかと、その政府がですね、そういったことの視点もあるんじゃないかなと思うんですが、そのあたり、いかがでしょうか挙手の上、発言願いますあごめんなさいさ、はいあの、人権っていうのは、あ,のある意味では、こういう自由とか、あるいは安全だとか、 あの豊かさが奪われた時に発生することがあの人権侵害というのは多いわけでございまして私はあの人権というのはその国連憲章にもありますし日本国民があの共有しておりますようにあのそもそも人としての権利だというふうに考えておりますけれどもこれはあのやはりですねあ,のある いくつかの共通の価値の上に建てられた国際秩序があって初めてこれに取り組み始めることができるとあの決してあの今あの実現されているとは申しませんけれどもそういう国際秩序の存在がなければあのそもそも人権についてはあの語ることすらできないのではないだろうかと,と考えます 石川大学。ありがとうございました、えー。続きまして原参考人にお伺いをしたいというふうに思います。えー、っとですね、新聞記事を元に少しお話をしたいというふうに思ってるんですが。 こと今年の2月17日の毎日新聞がです、ねえー、経済安保対策天下りという、えー、新聞記事です。まあ、大手企業に経産幹部 OB 続々というようなあの記事が出まして、えーまあ、経済産業省の幹部 OB が、三菱電機、富士通電装、デンソー、NEC、パナソニックといった大企業に天下りをしていた実態が。えーまあ あったということで、まあ、この件、4月6日の衆議院の内閣委員会の方でも質問がされているんですが、まあ、その際、小林大臣は、政書令の策定にあたっては、えー、パブリックコメントの実施など、客観性、公平性の担保に配慮しており、まあ、癒着につながるような判断が行われることはないと考えるというような答弁をしていたりとか、政書令の策定にあたって、客観性、公平性の担保に配慮するのは当然です、あっ、聖令の策定にあたってですね、 客観性とか公平性の担保に配慮するというふうにおっしゃっているわけですがこれは当然だといううに思います、そして一方、実際にこうした事案が発生しておりまして先ほどご紹介しました5つの大手企業なんですけれども本法案を担当する担当部署準備室のようなセクションができていて経産省の OB がトップを務められているというような実態もあるようなんですね。それで えと大臣に続けて衆議院の委員会では、それぞれの企業でやられていることなので、私の方からコメントすることは控えたいというようなお話も出てるんですけれども、やっぱりそう、実際にやっぱりこう,こういった状況が生まれていて、それは分かりづらさというところからもあるんだと思うんですけれども、こうしたまあ省庁の官僚、省庁 の人間やです、ねまあ、官僚のノウハウとか人脈がこう求められている状況の中で原さん、えー、と参考人にお伺いしたいんですが、まあ、企業としてまあこういった動きの中で,です、ね、やっぱ経済的な負担だったりとか不安といったものがあると思うんですがその辺まあたりどのようにお考えになっているのかということと、まあ、実際にこうした動きがかなりまあこの5社だけじゃなくて広がっているのかという実態も含めてもしあのお分かりになっていることがあればお聞かせいただきたいと思います。 挙手のような発ただ、おおびの天下りう々ぬんという問題につきましてはです、ね、私、直接お,あのお答えする立場にないと思うんですけれども、それぞれの各企業の判断において、えー、採用されているものというふうに考えております。また、経団連、今挙げられた企業、すべて経団連の会員企業でございますけれども、逆に言いますと、その他の会員企業もたくさんおりまして、 全部で1500尺ぐらいでございますので、す、え、べ、ー、てがそういう形で対応されているわけではないということだと思います。それが1点目でございます。2点目あの、いろんな不安があるのではないか、あるいは負担がかかるのではないかという懸念を持っているのではないかということだと思いますけれども、この点、あの実際にあると思います。従いましてあの、経団連の方でいろんなこの関係の説明会、あるいはいろんなシンクタンクのお話とか、 外国の方の動、外国の動向とかですね、そういったあの会合を催しますと、非常に参加率が高いという現状がございます。で、その不安をまあいかに解消していくかということでございますけれども、まず一つはまあ情報を十分共有してい,いく必要があると思います。これはもちろん、あのだれが持っている情報ももちろんですが、重要なのは政府がお持ちの情報をいかに差し支えない範囲で早めに共有していただくかと。 いうことだと思いますし、先ほどの古の賀先生のご質問に対する私の回答にもございましたけれども、レッドライン、何をやってはいけないのかというのをです、ね、明確にしていただくことが、えー、対応の方向を明らかにし、えー、企業のです、ね、不安、懸念を払拭していくことにもなろうかと思います、はい、石川大学。はい、ありがととううううございいいいいままましたそうしししたたたそら坂本参考人ににお伺をふ思す、えーまあ、方法案は 1>, えー、これ1ページ目のレジュメのところで,です、ね、まあ、軍事的な安保政策と一体不可分のものであるというようなお話をいただきました、あの私のもとにこうお話をいただく、まあ、市民の皆さんの中でもです、ね、まあ、この法案に関して多くの不安を持っていらっしゃる方がたくさんまあいらっしゃるわけですけれども、おまあ、国としてです、ね、この軍需産業を強化するんだといったような不安をお持ちになっていらっしゃいます、えーまあ、デュアルリュースというお話もありましたけれども、 みんなでこう集まってです、ね、研究をするとで、その研究して出た結果は、まあ、どうぞご自由に使ってくださいと、それがまあ民生なのか、軍事なのか、まあ、それはその人たちが判断することですといったような形で,です、ね、まあ、そういう不安がもうあるわけですけれども、まあ、そういった不安に応、まあ、える、あるいはこういうふうにすれば、あそこの部分、歯止めがかかるんじゃないかといったようなご意見、もしあればお聞かせいただければと思うんですが。 坂本参考人。えっとまあ今軍事,軍事産業に利用されるのではないかというご意見でしたけれども軍需っていうとあまりにもですねあの我々は古いあの固定的な軍需を考えがちですね。だけど今の あのロシアのモスクワがに数発のミサイルでちあの沈没したようにむしろ昔の戦艦だの戦車だの大砲だのというのと軍事は違っているということです。で米国は、えー、2015年に第3次オフセット戦略です、ね、を開始します。 で第一次第二次はあの社会主義国あの原発とか、まあ、そういうものだったんですがそれ以来の,あの第三次ですねでそれはその軍事技術ということがもはやそのかつての,その軍産複合体が飛行機作ったり戦車作ったりそういう時代ではなくなってる。 例えばレールガンですねあの電磁波をものすごく強くしてそれで攻撃するとかですねそれからミサイルのあれもその艦船から打ち込むのではなくもう陸上をですねアメリカが今あの南西諸島に配備しようとしてるのも陸上を自走するミサイルですね遠操作で 一どの基地からやってたらその基地攻撃されたら終わりですから自走しながら行くということで、うん、どんな技術がその攻撃兵器に使われるのかもう分からなくなってる次の新しい技術開発が戦争の勝利者になるということですねだ,だからアメリカはその中国をものすごく恐れて中国の技術や 5G やいろんなそういう先端技術を その遮断しようとしているのは次に開発する技術がそれこそ原爆やそれからコンピューターの軍事,軍事技術がコンピューター時代を到来させたように新しい軍事技術を目指しているわけですね。ですからその開発しようと日本政府がこれからやろうとしていることも。 ある意味では何もかもかがが軍事技術とととられれるる恐れがあるということです。はっきり戦車の開発のこれがこうだっていうことが軍事技術と指定されてたらいいわけですけれども例えば量子技術にしたって暗号通信だとかそれから衛星コンステレーションからこうものすごいあ,のあれをねあの 情報を出してそれをキャッチしてそれを即時に分析してっていうような戦争になりますとはっきり言うと何が軍事技術かわからないっていうことですねだからあの、うん、私は今回の3と4の法案の3と4で一番危惧するのはやっぱりそのこれは機,機微技術だ軍事に関わるっていうことが無制限に拡大されていく。 そして企業がですね今までならば技術開発したらそれは企業が商品化して儲けてそして日本を豊かにさせるということにつながってたんですけど今度のですね技術開発っていうのはどうも訳が分かんないでしかもどこでチェックされてどこで「いくらきび技術です」ってされるかこれわ分かんないと非常に怖いですね。あの 全部そこに引っかかって、しかも日本企業の成長にもつながらないという恐れがあると私は思っていま時間が来たようですので終わりたいと思います。ありがとうございました